演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、宮田製菓のミルクドーナツ、あんドーナツ、そしてこちらのハニードーナツを食べたいと思います。どれも美味しそうですね。で、このハニードーナツだけなぜか包装になってなくて、こんなに入った風に単品になってますね。よっぽど一度で食べきってもらえる自信がある人なのかな。では、このシンプルと思われる牛乳ドーナツから食べていきたいと思います。どんな味なんだろう、楽しみだな。はい、こんな感じですね。見た目もシンプルな普通のドーナツって感じですね。では、中身と触った感じの生地は軽めですね。こんな断面はこんな感じです。ではいただきます。ふんわり食感の生地、シャリッと音の砂糖、よく合ってるから。ふんわりしっとりとしたドーナツ生地の中から、ほのかな甘み、そして外側にとんコーティングされている砂糖のシャリシャリ食感がとても美味しかったです。シンプルですが、それゆえに砂糖の甘さの美味しさが感じられました。では次はこちら、ハニードーナツを食べていきたいと思います。これちょっと怖いな、個包装じゃないから。生が一度こぼしたりしたらえらいことになる。ではご対面、さっきの牛乳ドーナツよりちょっと小さめですね。食感も生地の皮、触った感じは同じようなふんわり感。では、断面はこんな感じですね。いただきます。仕方の生地はちょっと固め。ミルクドーナツに比べるとちょっと固めで、蜂蜜の優しい甘さが外側にある砂糖の甘さとまた違った形で口の中に広がっていてとっても美味しかったです。ただ、蜂蜜と砂糖を同時に入れるとちょっと甘すぎるから蜂蜜だけでも良かったかなともちょっと思ってしまいましたね。で、先ほどの牛乳ドーナツの点数付けを忘れていました。ハニードーナツと統合してどちらもこちらの点数とさせていただきます。ハニードーナツの方が生地の硬さ的には好みだったかな、でもちょっと甘すぎるな。そして最後はこちら、あんドーナツ、これだけ話が違うから楽しみなんですよね。では、中身は当然、はい、あんこ入り。ではいただきます。あんドーナツはやっぱりさっぱり系ですね。あんこ美味しい。他と同様、ふんわりシャッキッキとしたドーナツ生地の中にさっぱりとしたあんこが入っていて、あんこの甘さは控えめで、甘い一辺倒ではない別の美味しさがありました。これは美味しかったですね。今回の中では一番のおすすめなので、こちらを点数とさせていただきます。やっぱり変化があるっていうのがいいですね。ドーナツ、はい、食べることができました。どれも美味しかったです。いっぱいありますので、みんなで分け合ってパーティーというのもいいですし、こんな風に一人で食べてしまうのもちょっと寂しいかもしれませんが、いいですね。というわけで本当に美味しかった。初中見舞いロックンロールを奏でるから、いや、そんな初中見舞い入れませんよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。